はい、と思います。あ、まずは写真撮ってもらってもいいですか？撮ってるよ。あ、撮ってる？ってことで最後は山本専務多分知らないと思うんですけど、昔テレビ出てたことあったんですよ。ピエールなんとかさんの番組があって、あ、そうか、山梨の人知らないんだ。ピエール滝の庄内 TV とかだったんですよ。ピエール滝って静岡出身なんですよね、電気グループで。で、その人がローカル番組をやってたんです。で、どういう番組かっていうと、静岡県内のくだらないものを紹介する番組っていう。それまでにどうぞも1回目なんです、私。だからミュージシャンとして評価されたけど、くだらないものとしてっていう。もうかれこれ10年経ちますかね。今でもたまにね、動画上がってきます。そのうちピエール滝もね、とある事情でいなくなりました。とある事情です。最近見ないですよね。ね、それ以上言ってはいけませんってことでね、国道136号線の歌です。山梨の人は国道136号線の説明がやってもとても早いんで、関西の方行くと国道136号線何のこっちゃって話になるんですけど、まあ鳥とか松崎とか同じ色に近いなんで振られるという、ただそれだけの曲です。ってことで最後にルート136で終わりたいと思います。
音楽で新しい店呼んでもらえるかな。あ、できそう。もうなんかできになんじゃないですか。あの人って前の職場に来たけど来るだけ来るって帰っちゃったんだよねとか呼んでたんですよね。またあの機会があったら呼んでください。ありがとうございます。あの常にイルニアスとまたあの私みたいなやついっぱいいるんで、あの気持ち悪がらないで来てくださいってことで、今日は高原でのライブメモリーでこれで終わりたいと思います。はい、どうも。せーので、だけど視聴ありがとうございました。どうもお騒がせいたしました。